イギリス連邦における高等弁務官はイギリス連邦加盟国間で交換される在外交換の長たる上級外交換で一般に言う特命全権大使に相当する。イギリス連邦では加盟国の在外交換は大使館ではなく高等弁務官事務所と呼ぶ。大英帝国では高等弁務官はイギリス国王の主権のもとに完全に保護されている。 わけではない保護国や領土を管理するために、イギリス政府によって任命されていたのに対し、イギリス国王の主権下にある国王直轄植民地や自治領を管理する総督は、イギリス国王によって任命されていた。例えば、キプロスは1878年にイギリス統治下に入ったが、名目上はオスマン帝国を総主国としたままであった。イギリス政府を代表して、 同地を管理していたのは高等弁務官であり、1925年に王領植民地になる時に当時の高等弁務官が初代総督となった。別の例としてはパレスチナ高等弁務官が挙げられる。王領植民地聖シェルのように高等弁務官は脱植民地化の最終段階で任命されることもある。1975年に 当時の総督が高等弁務官に転じ1976年の独立まで自治領となった同地を管理した。外交官が現地の支配者のもとに派遣されたのに対して、高等弁務官は現地を間接統治するイギリス政府の代理人として任命された。このため、高等弁務官は便利講師のように現地の支配者とその支配地域との間の外交関係の管理を担当し、 数人の駐在弁務官などの代理人を配下に持つことがあった。特に重要な地域では総弁務官が任じられて複数名の高等弁務官や知事を統制した。例えば東南アジア総弁務官はイギリス領マラやシンガポール、そしてイギリス領ボルネオを統括していた。初代インド高等弁務官は1920年に任命されたが政治的役割は 一切なく、主にインド連邦における経済的利益を干渉した。インド政府が初めて代理人を派遣したのは1927年で、派遣先は南アフリカであった。自治領以外でも南ローデシア自治植民地は、ロンドンの高等弁務官事務所が代表していたが、ソールズベリーにも高等弁務官事務所が置かれていた。1965年に、 イアン・スミス率いる植民地政府が一方的に独立を宣言すると、ローデシア高等弁務官、アンドリュース・キーンはロンドンから追放され、その交渉相手であったジョン・ジョンストン卿はイギリス政府から解任された。南アフリカ高等弁務官は19世紀にケープ植民地総督も兼務するようになり、イギリス領土の管理だけでなく近隣のボーア人、入植地に関することにも、 責任を有するようになった。歴史的に保護領であったベチュアナランド、バストランド及びスワジランドは南アフリカ連邦総督が1930年代までベチュアナランド、バストランド及びスワジランドの高等弁務官も兼務していた。その後、南アフリカのイギリス高等弁務官が代表するようになった。シンガポールを拠点としていた。 海峡植民地知事はマラや連邦高等弁務官を兼任し、クアラルンプール党官を務めた。マレー半島の現地支配者はイギリス保護下に入った。イギリス領西太平洋領土は1905年から1953年まで非常勤の西太平洋高等弁務官が管轄した。最初はフィジー総督府の下にあり、後にソロモン諸島に移った。 西太平洋高等弁務官は各諸島単位で置かれた駐在弁務官や領事などの行政官を代表していた。ニュージーランド高等弁務官はピトケアン総督も兼務する。実地領高等弁務官はカナダがロンドン駐在の高等弁務官を任命したのが最初である。それ以前はロンドン在住のカナダ人実業家で、 元カナダ財務大臣ジョン・ローズ卿が1869年から1874年まで、初代カナダ首相ジョン・エイ・マクドナルドの個人代表を務め、その後1874年から1880年までは、財務弁務官の肩書きで活動した。第2代カナダ首相アレキサンダー・マッケンジーは、カナダに縁のあるイギリス庶民院議員エドワード・ジェンキンスを、 ロンドン駐在カナダ自治領代表に任命し、彼は1874年から1876年まで活動した。ジェンキンスの後任は、ノバスコシア州首相ウィリアム・アナンドが務めた。マクドナルドが1878年にカナダ首相に復帰すると、彼は財務弁務官を便利講師に格上げするよう、イギリス政府に要求したが、イギリス政府はそれを拒否し、 代わりに高等弁務官の指名を強化した。これを受けて、カナダ政府は1880年に、初代イギリス駐在カナダ高等弁務官として、アレクサンダー・ティロック・ガルトを任命した。ニュージーランドは、1871年以来、任命されていた、駐在自治療代表の代わりに、1905年に、高等弁務官を任命した。それに続いて、オーストラリアは1910年に、 南アフリカは1911年に高等弁務官を任命した。イギリス政府は自治領に対しては同地を干渉する総督、または知事がイギリス政府を代表しているとして高等弁務官を任命していなかった。この運用は第一次世界大戦後自治領の外交問題に対するより広範な統制が期待されるとともに、 総督の憲法上の役割に意義が唱えられるようになったことで様々な問題を顕在化させることになった。カナダでは1926年にウェストミンスターシステムにおける通例に反してカナダ首相の議会解散、総選挙の助言を総督が拒否するというキングビング事件が起こり、さらに同年のイギリス帝国議会でなされたバルフォア宣言につながった。これは独立した。 自治領の総督がイギリス政府の代表ではなく君主の個人的な代表であることを証明することになった。1930年にはオーストラリアが総督の任命においてイギリス国王はオーストラリア首相の助言に従うべきであるとして初のオーストラリア出身総督アイザック・アイザックスの任命を主張したことで総督はイギリス本土出身者をもって認じるという慣例を 打ち破った。それ以降、総督を現地出身者から選ぶことが、イギリス連邦各地で一般的になった。1928年に最初の自治領駐在高等弁務官として、在カナダイギリス高等弁務官が任命された。続いて1930年に南アフリカ、1936年にオーストラリア、1939年にニュージーランドに、 イギリス高等弁務官が派遣された。自治領から別の自治領への高級外交施設の派遣は1938年に南アフリカからカナダに派遣されたのが最初である。しかし、様々な手続き上の問題から正式に高等弁務官に任命されたのは1945年の在カナダ南アフリカ特使であった。一方、ニュージーランドは1942年に 在カナダ高等弁務官、1943年に在オーストラリア高等弁務官を任命した。1930年代以降、イギリス連邦諸国の中で高等弁務官の称号を大使に置き換えることを希望する声がたびたび上がっているが、高等弁務官の地位と称号を大使とは別のものとして維持する意見が大勢を占めており、これが実現したことはない。 ロンドンの在イギリス・タンザニア高等弁務官事務所、タンザニア・イギリスともにイギリス連邦構成国である。16カ国が加盟する英連邦王国では国家元首として英国君主をいただき、外交関係は伝統的に政府間交流として持たれてきた。外交関係において高等弁務官は特命全権大使と同等の地位と役割を持つとみなされている。 英連邦王国の構成国間で交換される高等弁務官は派遣国の行政府の長から摂事国の行政府の長に当てた簡素で非公式な紹介状を傾向する。一方、特命全権大使の場合は派遣国の国家元首から摂事国の国家元首に当てた正式な外交文書である信任状を傾向する。この違いは高等弁務官の肩書きが 連合王国における女王陛下の政府の高等弁務官であるのに対して英連邦を国外に派遣される大使の肩書が女王陛下の特命全権大使であることに起因する。歴史的経緯により高等弁務官はイギリス連邦を構成する共和制国家やイギリス君主をいただかない君主国にも派遣される。この場合通常は派遣国の国家元首から設置国の 国家元首に当てて委任状が発給される。ただし、より簡素な行政府の長からの紹介状で良いとする国や新任状とすることを望む国もある。イギリス連邦諸国の外交施設団は大使館ではなく高等弁務官事務所と呼ばれているが、高級的な高等弁務官事務所が置かれていない国についても高等弁務官を任命することができる。例えば、 フィジーのスバ駐在の高等弁務官はキリバス、スバル及びトンガの高等弁務官を兼務している。ジンバブエはイギリス連邦諸国として他のイギリス連邦諸国に高等弁務官事務所を設けていたがイギリス連邦からの脱退に伴って高等弁務官事務所を大使館に切り替えた。首都以外では標準的な慣例は特にない。一般に有料時にあたる弁務官。 または副高等弁務官を任命することができ、領事館、弁務官事務所、または副高等弁務官事務所で執務が行われる。歴史的には、イギリスの植民地では、独立したイギリス英連邦諸国は、高等弁務官によって代表されていた。例えば、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは1947年のシンガポール、 独立以来同地に高等弁務官事務所を置いている。他、インドは、ケニア、トリニダードトバゴ及び、モーリシャスに弁務官事務所を置き、各国の独立後には、高等弁務官事務所に改めている。同様に、イギリス市政下の香港では、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、マレーシア及び、シンガポールが弁務官事務所を置いていたが、1997年の、 香港返還により、非イギリス連邦諸国の地方都市と同様の扱いとなって総領事館に改められ、当時の通称弁務官のロバート・コーニッシュが初代総領事となった。カナダはかつてバミューダ諸島にニューヨーク総領事が兼務する弁務官を置いていたが、現在は現地にカナダ名誉領事館を置いている。称号としては異なるものの、 イギリス連邦諸国の高等弁務官は1948年以来、他国の特命全権大使と同等の外交的地位と席次を認められており、一部の国では他国の特命全権大使以上の特権を与えられている。例えば、イギリス君主は大使よりも先に高等弁務官を設置し、新任高等弁務官を宮殿で設置するにあたって4等立ての 馬車を使わすが、新任大使には二等だとの馬車が使わされる。高等弁務官は、ホワイトホールの慰霊碑で毎年行われる、第一次世界大戦戦没者追悼式典のほか、王室の結婚式や国葬など、イギリスの重要な儀式にも参列する。ありがとうございます。